はい、千切七本入りデラックス高柳さんだ。さあ、本日はですね、こちらを紹介します。デラックスキングエクスカリバー&キングオブアーサーワンダーライドブックでございます。やっと手に入りました。僕が一番大好きなワンダーライドブック、ワンダーライドブック、まあ実は有利に隠された本なんですけど、結構序盤の方に出てきてめちゃめちゃ活躍してたやつですね。じゃあ開けていこうと思います。こんな感じで入ってました。はい、なんか戦隊ロボみたいな感じで、こんな感じで入ってました。このお方にアーマーパーツがちょいちょいついてる感じですね。実演シートあるから抜いてみようかな。ちょっと抜きます。で、なんか裏にボタンっぽいのがいっぱいある。お前喋りすぎだろ。これトリガーか。で、さっきの音声はここで鳴りました。ちょっと変形させよう。多分これで完成です。ちょっともう一回やっていいですか？逆の手順でやります。まず、剣を離しそうか。離しました。足戻します。の、真ん中押します。の、押しながら回転します。の、両手を離します。の、両手ってか、握ってる方、ちょっと外します。の、外せないの、外して、どっかか、外れたの顔面を中央に乗せてドーンってやったら、キングエクスカリバーからのいや剣士、巨大な剣士が背負ったまキングオブアーサーということになります。キングオブアーサーワンダーライドブックですね。これをちゃんと紹介しよう。これはちゃんと、とある騎士王が振り下ろす完全懲悪の人たち、キングオブアーサー。じゃあドライバーに刺してみましょうか。まずはこれだけ刺しますね。なるほど。こういうことですね。え、なんか鳴った。今のなんで鳴ったんだ。まさか。ここか。ここにこいつを刺せばなんか鳴りそう。あるはずなんだけど、何だったんださっきの。トリガーを5回連続を引く。
そういうことか。ただリードしても意味ないのか。5回連続でトリガーを押すと必殺技が鳴る感じ。なんだそれ。この王様が使ったと言われる聖なる聖剣の名は